ワイファミリー第18話は中間交差を乗り越えるためのアーニャの奮闘、そして、ロイドのダブルフォローミッションがスパイファミリーらしい回だったんですが、今回出てきた数学算数のテストについてですね、結構何回も何回も画面に出てきていてですね、読み取れることも結構多かったと思いますし、またアーニャ自身のね今回の結果を受けてですね、現時点での、彼女の学力および頑張りがねどれぐらい実を結んでるのかっていうところを考えられたらというふうに思います。それではお付き合いください。まず今回の中間交差結構本格的でしたよね。なんかみんなで大教室に移動して、で同じクラスの子が隣にならないようになってですね、本当に試験並みの重要度でね、解かされてる感じ良かったと思います。もう名門校で、しかも、トニトとステラが かかってるわけですから、この辺りをねちゃんと作り込んでくれているのがねスパイファミリーのねいいとこだと思いますね。そして試験問題がね何回も何回も書かれた、特にですね数学に関してはね結構アップでね書かれましたので、この辺ねちょっと分析していくと、このテスト問題のその難易度も分かるし傾向も分かるんじゃないかなというふうには思います。まず言語はねドイツ語で書かれてますね、はい。正しい種類の図形を選びなさいみたいなことを、言われています。で、算数のテスト問題あるあるなんですけど、これおそらくなんですが、左半分が、ジャンル的に図形および立体で50点満点で、右半分が四則演算および分数、つまり計算問題として、50点満点になってるんじゃないかなというふうには思われます。文章量自体のね、つまり問題のですね聞き方自体がすごい短い文章なのはすごく低学年らしいですね。つまりですね、まあ、計算できるんだけど文章問題解けないっていうね、子はまあよく聞くんですけど、そもそもね小学校1年生だとね言葉がね国語がからっきしなせいで、本来算数の力が結構あるのに全然解けないって子が出てきたりするわけですよ。これをね長い文章にしてしまうと、あの記号で答えろって言われてるのに数字で答えてしまってそこ全部落とすみたいなね、そういうところのねケアも兼ねてですね、出題文章自体が短いところはねリアル感があったというふうには思われます。あとですね、左半分50点、右半分50点にしておくと、先生が自分の採点ミスに気づきやすいっていうところもありますし、またですね、テスト問題がね、何回も何回もテストを繰り返していくうちにですね、自分がどういう分野、どういう単元におけるね、まあ問題が得意で何が苦手なのかっていう分析するときもですね、まあ単元ごと、まとまりごとのね、50点満点の評価がね、書けるようになっておくと分析しやすいので、いいテスト問題はこういう構成になってるというふうには思います。はい、そんだけで僕は勝手に、おそらく左半分右半分でそれぞれ50点だなと、思ってジャンルも分けてるなと思って、その採点をね、大体こんなものかなと解釈はしてみました。やっぱり四則演算とかね、兼ねたですね問題に関して言うならですね、一問一問はですね、まあ時間がそんなにかからないので、一問二点ぐらいかなというふうには思ってますし、逆にですね立体問題に関してはですね時間がかかるものはね配点が多いんじゃないかなというふうには思います。でちょっと見ていきましょうか。問題なんですが、まずですね、まあ、図形問題がありますね。正しい図形答えなさい的なやつです。まあ、ちょっとこのねマス目があるから面積的なニュアンスも含めてるのかもしれませんけど、とにかくこれもですねそんなに難しくはないんだけど ね、ただ一個ミスしたらね身もずる式にミスしていきますので、結構大変だったりはします。アーニャはねよくわからんからですね、CC ってね同じ答えをね2つ被ることはないはずなのにね被らせていてですね、つまりですねそういうねロジック的な因果関係じゃなくて、アーニャが思う記号をね、その都度書いていったっていうね解き方をしています、ね、この辺すごいアーニャらしいですね、まあちょっとアーニャのことは後で言いましょうか。次に行くのが展開図、おそらく組み立てた時に立方体になるのはどれだろうという問題ですね。これはね結構難易度高い、形にはなります。実際にやってみないと、もしくは頭の中でサイコロのね展開図をこう組み立てることができないとしんどい、問題になります。展開図に関して言うならこれはね結構難易度が高くて、頭の中で分かってるのプラスですね自分で実際に書いたことがある人じゃないとなかなか、できないんじゃないかなというふうには思われます。結構ねレベル高いんですよ、さらに言うなら四則演算もですね、簡単な問題も混じってるんだけど括弧を使った引っ掛け問題なんかもね、混じっていてですね、これはね満点取るのが難しい構成になっていました。そして分数問題ですね、これもちょっと変わった言い回しなんかも含めて分数、そして分数に対して四則演算のね、問題踏まえたって形になるんでね、これはね難易度が高いです。
そんなわけでですね、総合的に見るなら多少の運が良かったりとかですね、大体分かってればある程度の点は取れて赤点は回避できるんだけど、満点取るのはめちゃくちゃむずい、ね、特に四則演算の引っ掛け関係ね、あとまあ展開図関係ね含めるとですね、めちゃくちゃむずい系のね、問題なんじゃないかなというふうに思います。まあ、そもそも小学校1年生がやるのね、レベルではありませんので、ね、自分の予想としてはね、こんな感じにはなっています。では我らがアーニャさんがどんだけ頑張ったかっていうところですね、見てみようと思うんですけど、はい、これね相当すごい頑張ってますね。まあ、言語、そのサイエンス、歴史、ね、この3つに関してはですね、多分授業を受けていて単語とかね言葉を覚えていればある程度ね解けるんじゃないかなというふうには思います。まあ、言語で30点取ってるのかなりすごいと思うんですけど、ただやっぱりね数学に関してはですね、この問題は生半可な勉強では赤点すらも怪しい、形の問題じゃないかなというふうには、自分は思ってます。というのもですね、アーニャが 4,5 歳なんやとすると、アーニャの発達段階的にちょっと解くの難しい問題入ってるんですよ。つまりアーニャってそれこそね、犬の図鑑買ってもらったらめちゃくちゃちゃんと図鑑を覚えてですね、で実際犬を見に行った時にですね、写真と実際の犬をね、適合させて名前をね、当てることができていましたので、これ結構記憶力もいいですし、ね、観察力も高いですし、総合的に言うならですね、勉強に向いてるタイプだというふうには思われます。ただですね、今回の問題本当に厄介なんですよ。特にアーニャ 4,5 歳の発達段階ではね、立体物を頭の中で組み立てるってちょっと無理なんですよね。いやまあそういうのが得意な子もたまにはいるんですけど、ですので、展開図の組み立てはこれ確実にアーニャ当てずっぽだというふうに、個人的には思います。もしくはこの展開図での組み立てを体験したことがあるかどうかですね。多分ないんじゃないかと思いますし、展開図に関してもですね、実際書く問題に関してもですね、これはアーニャのイメージで多分ね、三角柱はね、まあ分解するとこういう形になると思ってたと思いますね。で円錐に関しても頑張って書いたんですよ。多分これね、円錐ってそこ丸かったよねって、どうなってるんだろうよくわかんねえなって、いうところになりますので、この辺はね結構大変な問題なので、言ったらね、図形立方体ってアーニャの年齢的には相当しんどい、問題になってたと思います。まあ、同じ問題を解いたことがあれば記憶力で解くことはできると思いますけどね。で右側のね四則演算問題は本当にアーニャが頑張ったことが分かりますね。引っ掛け問題はしっかりと引っ掛かってはいるんだけど、基本的な計算はしっかりとできていて、この部分でおそらくはね、6問正解で12点取ってるというふうに思われますので、この12点がなかったらね、いやなかなかにね、しんどかった部分だというふうに思います。そして最後の分数、これもね結構大変なんだけど、これはアーニャが自分のね、経験から学んでですね、分数をほぼ克服したと言ってもいいかもしれません。ちなみになんかこれね、多分ねなんか勘違いした文字を書いたせいでなんかハテナつけられててね、ここ点数もらえてなかったりしますので、はい、ある意味変なね回答の仕方をしている可能性はありますが、ともあれですね、まあ自分のねアーニャ配点こんなお感じかなと。分数の問題で三角もらってたんだけど、多分あれは多分点数そのまま6点もらったんじゃないかなというふうには思われました。だいたいこの問題がこれぐらいの、妥当な配点だよねとかですね、あとはですね、アーニャ自身が31点取れてる、で左半分右半分が50点満点やとするとというね、逆算でだいたいの配分半採点のね配分を割り出してみたんですけど、でこうやって見るとですね、やっぱりねアーニャこれ分数頑張ってるんですよ。その言ったらこの図形立体に関して、合ってるやつは多分ねこれね当てずっぽです当てずっぽというかラッキーパンチですね。ラッキーパンチによる、点数なので、アーニャはねちゃんと自分のその量分を超えたというか能力を超えたところの点数は全然やっぱり解けてないんだけど、自分でできる範囲でのね努力をしっかりして分数を克服したことによって、本当に分数の単元におけるおそらく10点部分がですね、まあギリギリアーニャのそう首の皮1枚ね繋がったじゃないんですけど ね命を繋いでくれた形にはなってます。はい、いや分数の問題ね、いろんなところでね苦労した回がありましたよ。ね、恐ろしい夜さんのね、夜さんの問題も ね出されましたし、またですね、残弾数の話なんかにも、絡めてですね、あんなりになんとか分数を ね解こうと考えた結果ですね、それが実を結んだというふうに、見れると思います。
だ。総合的に言うとやっぱりアーニャはアーニャなりにかなり頑張って本当に大快挙だったんじゃないかというふうには思います。アーニャの成長が追いつけば、おそらく図形や立体に関してもですね、脳が処理できるようになっていくと思いますのでね、そういう意味では本当に2年先3年先を見ていいならね、安心できる部分ではあるんですけど、ともあれですね、まあなかなかねオペレーションストリックスのハードルは高いなという形にはなってます。あとまあアーニャのね将来性だけで見るなら、はい、今後の展開は期待していきたいですよね。つまり、時計ですよ。爆弾のね、次元爆弾解除問題っていうところで、実際は次元爆弾じゃなかったんですが、アーニャが時計を見れていればね、いろんなことがうまくいったかもしれないっていうね、この部分に関して、アーニャは自分に時計問題が解けないという課題を感じています。ちなみにですね、時計問題入試の時に出てるんですよね。そして、この時のアーニャはその記憶力だけをね使って、解答用紙の丸暗記で、乗り切った形にはなっていますので、はい、アーニャの時計自体の課題はずっとある。ただアーニャ自身ね、例えば、有利を待ってる時に時計が読めないからそのね、小島だこうへんのみたいなことを言っていまして、つまりアーニャが時計を読めるようにならないとって認識したなら、アーニャが時計について学んでいく機会っていうのをね、この家の中でもね学校でもですね、しっかり整えているわけですから、いやちょっとね今後時計問題が出てきた時のね、そのアーニャの活躍にね、個人的には期待していきたいなという、そういうところですね。まあ、あとこれはちょっと余談にはなるんですが、はい、生徒たちの様子がいっぱい書かれたのはね、なかなかに面白かったです。特に今回ね、名前が貼り出されていましたので、例えば前回のね、図工作品についていた名前なんかとね、一致しているところを探したりするとですね、もしかしたらクラスメートの名前が、わかるかもしれないみたいなね、おまけポイントなんかもね、面白かったですね。で、これね、自分が個人的に興味深いから話してたことなんですけど、今回、注目点としまして、はい、人民議会副議長の娘の目が開いてたんですよ今回。いやいきなり何言うねんって話だと思うんですけど、ちょっとね聞いていただけたと思うんですけど、このキャラクターって目が開いてる回と開いてない回がめちゃくちゃ綺麗にその書き分けられてるんですよね。というのも今回、18話に関しては、大教室で授業を受けてる時の様子で言うならですね、2つとも目がパッチリと開いていて、でこれはですね、6話入学式の時もですね、人民議会副議長の娘はね、目がパッチリと、パッチリというか自止めですね、自止めしてるんですよ。でただですね、例えば7話のですね、アーニャが、言ったら暴力沙汰でねひそひそされてる時の描写でですね、人民議会副議長の娘が映ってるんだけど、目はしっかり閉じていて、で、その後の大教室のね、教室全体が映ってる時も目は閉じてるんですよ、不思議とね。ちょっと開いてそうに見えなくはないんですけど、自分の大画面では、どっちとも撮れるようなね、形にはなって見えていました、ね、そしてですね、前回17話のですね時もですね目が閉じてるんですね、つまりですね、これはですね人民議会副議長の娘を、細目キャラと認識してるスタッフと地止めキャラと認識してるスタッフっていうのがいてね、それが担当ごとに分かれてその際が現れてる可能性が、あります、そう、今のところね奇数話とですね偶数話で、はい、目の開け閉じが変わってるという見方ができなくはないのでね、ここ自分個人的に面白かったですね、特にスパイファミリーに関して言うならですね、制作会社の担当がですね、各話ごとに変わってるみたいなね、ところもありましたので、はい、この人民議会副議長の娘解釈がスタッフの間で、分かれてる可能性なんかもあってですね、個人的には興味深かったですけど、本当に個人的なことですね。最後までのご視聴ありがとうございました。今回はスパイファミリー18話で分かったことのですね、深読みなんかを、テスト問題を中心にやってみましたが、いかがだったでしょうか。今後もこのチャンネルではね、感想動画に関してはですね、上げ続けていく予定ですし、ライブなんかについてもですね、語ったりしてますので、一緒に楽しんでいただければ幸いです。ではではまた機会ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。